お前もっと飛べるぞ。翔陽たちと練習じゃない試合やってみたいかもって。いよいよゴミ捨て場の決戦ですね。もう一回がない試合だ。ケンマ、ご褒美タイムだ。地面に引きずり下ろせ。スパイカーの前の壁を切り開く、そのためのセット。点を取るのに近道はない。そんでそういうジャンプは床を蹴る音がすんだよ。限られた時がいつか。ケマ、バレーしようぜ。俺は先にてっぺんまで飛ぶ。翔陽は戦うたび新しい。上に飛べ。はっ、バイスのゲーム申し分なし。そういやー、いけないんだよ。食い散らかすな。じゃあさ、お前の学校強い？最近は負けたら強いと思うよ。即ゲームオーバーの試合。悔しかったとか楽しかったとか別に以外のこと言わせるからな。劇場版ハイキュー、ゴミ捨て場の決戦。